マレーでの初めての対決となります。実はこの俳優の人たちは今軍事指導とか、自衛隊に行って、訓練を受けたり、キャンプをしていろいろそうした戦争の体験というか、軍人になりきろうと今役作りを一生懸命してくれてます。この来月にかけて、無事にあとは、ロケを終えるように頑張っていきたいと思っております。まあ、終戦末期に、飛び立って、約何時間かの話がメインになってくるわけですけれども、その隊員たちの思いだとか、心の叫びというものを聞いてもらって、いろんなことを感じてほしいなと思っています。撮影はまだこれからなんですけど、何せ暑いので気合い入れて、魂込めて演じます。よろしくお願いします。この映画は、戦争映画です。僕自身、祖父が、戦争で亡くなっていて、で今年は戦後70周年ということもあるので、とても今身が引き締まる思いで、桜花に参加させていただいております。戦争映画なんですけど、すごくこう若い世代の方にも、見てほしいと思っていて、命の尊さなど、役を通して、尾崎という役を通して感じ取っていただければいいなと思っています。まあ、過去のこととして自分の中では捉えておらず、そこに一人の兵隊となった富田という男が、実際戦っていった、いろんなものを残しながら戦っていったってことをものすごく意識して大切に、この作品やらせていただきたいなと思っております。やっぱりこういう映画を実際に、作る側に立って体験させていただくっていうことで、なんか戦争のことをちゃんと考える機会を与えられているなというふうなことが今実感しています。戦後70年ということで、直接話を聞く方もだんだんと亡くなってきている中で、僕たちがこういうふうに映画を通して何か伝えられたらと思っています。今自分は高校生としてこれから楽しみだなとか、今楽しみだとか、そういうふうに思ってるんですけど、昔の16歳、17歳っていうのはやっぱりこれから戦場に行かないといけないっていう緊迫感と、どんな気持ちだったかっていうのが自分の中で考えて、考えても考えきれない思いだったんだろうなっていう思いがすごくあって、少しでもそういう部分に近づけたらなと思ってます。この映画は人としてっていう部分と軍人としてっていうところがこう表に出てる部分だと思うので、そういうところをきちんとこう演じていけたらなと考えてます。